3月25日、ようやくですね、大型アップデート第3弾、なりきりブギウギ超新星、こちらね、配信されたのでやっていきたいと思います。3ヶ月ぐらい経ったんかな、ようやくですわ。レッツフリー。今回の目玉はなりきりキャラプレイ、人狼ゲームよね。そして怨念ミッションが追加。ステータス覚醒で能力アップ。どういうこと？ステータス覚醒は、本校舎前に立っているエイリアンに話しかけてステータス覚醒選ぶと行えるんだって。まあ、エイリアンがおるんだと。今の強さに加え、HP、パワー、好きなステータスを強化できる。超いいのを使う、超いいのを使って覚醒レベルアップ。なりきりキャラプレイとか、特定のミッションで入手できる。超いいねを入手できるわけか。ではですね、新しいクエストやっていきましょう。怨念に奪われたヒーロー。エンラ先生にはある心配事があるようだ。保健室に行って相談乗ってみましょう。どんな悩み事があるのか、エンラ先生。保健室へ、レッツラゴー。ここだね。どうしたんすか、先生。ねえ。相談があるんだけど。受けましょう。調査開始。深刻な問題が起きていて、様々な怨霊エイリアンたち、彼らの怨念が校舎に集まっている。怨念が、この怨念は妖怪ヒーローに倒された恨みからなのか、一時的に変身能力を奪う。だからベニマルとかもなんか黒くなって登場するってことでしょ。そいつらと戦うとき変身使えないってことは、マジかい。生身の状態で戦うの。怨念が集まり続けたらさなる災いを喜ぶかもしれない。そのうちあなたたちには怨念を沈めてほしい。変身が使えない以上、生身で強敵と戦うことになる。ハードだぜ。かなり厳しい戦いになると思うけど、やってみましょう。人兵が今レベル一番高いんやったかな。レベルこれは500ぐらいか。封じられた変身能力、どうしたらいいの。これがちなみにエイリアンか。ほえー、ショップ、しかも女の子だよね。コスプレ好きの普通の女の子なのか。超いいねかもしんの。超いいねをまず入手しとかんと無理か。エネルギーにしようかと。正体がバレたら、これはコスプレじゃないかもしれないね。ワイワイモノマネグランプリ始めるぞ。お題はステータス覚醒。キュービ先輩のモノマネをするメラ。うわ、なるほどね。レイトン教授のスーツとか、二の国のやつとか。うわ、超経験値ボールとかも売ってんの。神経験値ボールも売ってる。すごー。でも超いいね。200必要なのか、神経験値ボールは。あ、めちゃくちゃいろいろ売ってるんだ。面白ー。すげー。これか。牙を剥く怨念の化身。戦いに敗れた怨霊エリアの怨念が現れたっちゅうことね。変身せずに倒せんのかな。とりあえずやってみるべ。うわぁ。これは？これは？ブルームーンと、ベニマルとワイルドボーイが黒なっとるってことか。しかもこれ、どうやって倒そう。これどうやってやるんだっけなぁ。フラスコ攻撃とかしていかんとあかん感じか。うわ、やば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 。どうやってバトルするかもめっちゃ久しぶりすぎてわからへん。やば。フラスコ投げたりとか。今、ジンピー君フラスコしか今ないのか。やべえな。これコールド。うわ、仲間の、味方の、マゼラタイタン登場だわ。やば。回避回避回避で HP とかも回復できるんだよね。やば。あー、ちょっと久しぶりすぎてマジビビってる。やばい。さあ行くよ。敵は3体、こちらは4体、数では勝っている。これフラスコ攻撃効いてるの。回避とか攻撃がうまく決まったらいいねポーズ取れるっていうやつ。キングオブベニマル黒色かっこいい。トリアトリアトリア。前までなんか氷のフラスコ割と効果的面だったんだけど、ちょっと修正されてる感じはするよね。効かないようになってる気がする。やば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 い。でブルームーンのこのゾーンに入るとやばいわけね。動けなくなるわけね。やば。生身の状態で戦えるのか。
HP 回復スイッ必殺技がさ、必殺技がさ、使えなくない。ちょっとこれどうなの、勝てんのかな。じんわりじんわり敵の HP も減ってきてる気がするけどこれ武器がめっちゃ大事になってきそう。やば、またブルームーンとかこれゾーン展開してるよね、領域展開してるよね。やばいよやばいよやばいよ、味方も頑張れ。そしてマズラタイタン登場、マゼラタイタンの必殺技でやや敵の HP も減ったかな。氷の攻撃受けてんのにちゃんと動いてくるっていう敵、全然ダメ、もしかして全然引いていない、敵の HP やや減って半分になってきたのかな。やば、負けそういきなり負けそう、やばいよ。ハンマーとかなんか剣とかもうちょい良さそうな武器装備した方がいいのかな。とにかく回避しまくる、 HP を回復攻撃が強い妖怪ヒーローとのバトル、生身じゃきついぜ。敵残り2体、頑張るぞ頑張るぞ。あんまりため攻撃してたらなんか敵がすぐに必殺技打ってくるからできないよね。ちょっと攻撃しては回避、ちょっと攻撃しては回避を繰り返す、ちょっと攻撃、あとワイルドボーイと剣豪ベニマルチンのこの怨念バージョンね。もうちょい、敵のレベル240とかだからなんとかなりそう。いつもヒーローに頼ってばっかだったからな、かなり難易度高いなこれね。なんか波状攻撃もしてくるしね、怨念のヒーローのこの攻撃に加えてなんか今までとはまた違う波状攻撃もしてくる、怖っ。敵残り2体、もうちょいで倒せそう。剣豪ベニマルと、そしてブルームーン、ひたすら攻撃していく。危ない、剣豪ベニマルは私に任せる。ちょっと離れて投げ技、剣豪ベニマルもうちょいで倒せるぞ。回避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 スイッ、攻撃しては回避、攻撃しては回避していく。やば、マズラタイちゃんの必殺技、残りあとですねブルームーンだけになってきたよ。味方はねラント君気絶しちゃったけど、なんとか倒せるかな、なんとか倒せるかな。ブルームーンは離れて攻撃するタイプか、割と全ての攻撃このゾーンに、領域展開したゾーンに入るとまずいんだよね。フラスコをちょっとこう離れて攻撃、狙い撃ちされないように回避しながら攻撃していく。足場を固定したいんだけどな、動きを止めたいんだけど自由に動いてる。あと一息、あと一息、やばい、頑張って倒すぜ怨念ブルーム、ワイがとどめを刺すぜ。あと一息、頑張れみんな。ブルーフォースやば、マジか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 、ジンペイ君がピンチや。 HP 回復ね、あと一息くぜ。最後の最後のラッシュ、ラストスパート、いやー、シャオ疲れー、戦線離脱だ、言うて。お疲れー、よっしゃー、めっちゃ大変やな。いつもなんかワイルドボーイとか、アースウォーカーくんとか、漆黒丸の最強の技使ってたから大変だわ。やばくね。やばい状況じゃね。怨念エネルギーギャッツ。エンラ先生のところに戻ろう。やったわね。楽勝だぜ。うん。怨念ヒーローか、今後も警戒しないと。あれ？ちゃんとやっとけたよ。おい。怨念はこれまで私たちが倒してきた怨霊エイリアンから発生している。ってことは、
怨念は生まれ続けるっていうこと、その通りよ。怨念の発生そのものを止めることはできない、マジか、ね、変身能力を奪った影響でヒーローの姿をしているけど今後はそうとも限らない。どういう意味？そういえばなんかマゼラタイタンも色違いのやつ出てくるとかそんなのあったよね。強烈な怨念を残して倒れた敵は元の姿が保ったままより強力になって、え、確か花子さんとかもそうちゃうか、花子さんだったっけな、あれ、おいおい何言ってんだよ、おお、どんな敵があるだって問題ないだろ、もっと強くなればいいじゃん。ジバの言う通りだよね、敵が強ければ強いほど自分たちも強くなるしかないよね。生身で倒せんのかっちゅう感じやけど、さらにクエストが追加されるんかよ。これフリーミッションに怨念系のミッションがいろいろ追加されてそうだよね。なるほど、そういうことか。わっほー